ジョニー・デヴァインはカナダのプロレスラー。本名はジョン・パーソナイジット E、ティネ・ WWE での活動を経て、現在はインディー団体で活動している。10代の頃に友人と共にレスリングのショーに出場していた。ガーデンシティ・カレッジ高校卒業後にアメリカのミネソタ州の大学へ通っている。大学卒業後はカナダ陸軍に入隊。 1997年にアルバータ州カルガリーへ配属された際にブレッドハートと出会ったことでレスラーになることを決意した。8月にハートダンジョンでスチュハートの息子であるブルースハートの元でトレーニングを開始し10月にデビューしている。デビュー後はカナダ西部のインディー団体を中心に活動するようになり1999年4月には ハートファミリーが運営し、復活したスタンピードレスリングに参戦している。2001年に短い間だけ、ウェスタンカナディアン・エクストリームレスリングに参戦している。その後は ECW や WWF のダークマッチに登場している。右肩を深刻に負傷している時期は、自分の団体、ヤングライオンズレスリングを運営している。2004年2月にティネに、 チームカナダの一員でデビュー。5月に PT ・ウィリアムズ、ボビー・ルード、エリック・ヤングと共にティネ・ワールド X カップに参加している。2004年6月に入ると、チームカナダはサンライブクルーと構想を開始する。しかし、2004年9月に、テネシー州ナッシュビルのバー、バーナッシュで、アンディ・ダグラスと店を出た際に口論に巻き込まれてしまい、デワインは堪能に刺し傷を負ってしまい、 結果6週間欠場し、12月上旬に復帰している。2005年3月に、テネシー州ミシシッピのミシシッピレスリングで、エリック・ヤングと共にミッドサウザンタッグチーム王座をかけた試合中に、内側側腹副靱帯と全十字靱帯を切断したため、手術を行うために一時的にリングから遠ざかっている。怪我をしている最中は、スコットダモールのキャンアムレスリングスクールで、 トレーナーとして働いたり、様々なインディー団体でアナウンサーとして活動したりしていた。7月にカナダのインディー団体で復帰し、8月には WWE のスマックダウンに JP パーソンズとしてルフィシルバースタインとタッグを組み、ロードウォリアー・アニマルとハイデンライクと対戦している。10月にマニトバ州ウィニペグで復帰するものの、復帰2週間後に、 ナッシュビルのバーで折った刺し傷の治療が不適切だったことを発表2006年1月末に手術をしているその後オンタリオ州ウィンザーへ移っている2006年5月にティネに再び参戦している6月末にティネマネージメントディレクターのジムコレットによりチームカナダは解散を宣言されて解散している解散後は パパラッチギミックだったアレックス・シェリーのユニット、パパラッチプロダクションズに加入し、アシスタントとして登場するようになるが、すぐに追い出されている。ユニット脱退後は、マット・ベントレーとフランキー・カザリアンとタッグを組むようになり、3人はセロトニンと呼ばれ、セロトニンはレーベンと合流する。この時期にリングネームをハボックに変えるもカザリアンはフェイスターン、ベントリーはカイコになり、 レイベ弁は消えてしまい自然解散してしまう。解散後はチーム 3D と共闘するようになり、リングネームをジョニー・デヴァインに変え、チーム 3D からブラザー・デヴァインの名前をもらっている。11月に元チームカナダの PT ・ウィリアムズと対戦してダブルアームパイルドライバーで勝利している。また、この試合の際に入場曲とコスチュームを変え、生意気な態度を取るようになった。 翌2008年1月末には、J リーザルの持つティネ、X ディビジョン王座をかけて試合を行い、ブラザーレイの介入を挟み試合に勝利して、王座を獲得している。しかし2月のアゲンストオールオッズで、X ディビジョン王座をかけ、チーム 3D と組み、モーターシティマシンガンズ、リサールと対戦するものの敗北し、タイトルを手放している。10月のバウンドフォーグローリーで、 ワンコンテンダーズスティールアサイラムに参加し、翌日にティネからリリースされている。ティネリリース後はカナダのインディー団体である BSE プロレスリングで仕事している。ありがとうございます。